あの、リーさん、遅れてすみません。時間通りだよ。準備が終わるまで彼女の気をそらしておいて。任せて。おばさん、元気にしてた？ピーター、突然どうしたの？手伝う？ええ、助かるわ。ああ、確か重い荷物が。ダメ、待って。いや、つまりその、後で手伝う。実はその、今日はちょっと話があって。あら、そうなの？ん？そのピーター、様子が変よ。お金がいるの？いや、まあ家賃は滞納してるけど。でもそうじゃないんだ、平気だよ。また恋の悩みね。そんな、まさか。 MJ のことは本当に残念だと思うわ。いい子だしね。だよね。でもきっと子供も可愛かったはず。ちょっと、ああ、ピーター、何なの？ほら話して。おばさんのおかげで僕は大学を卒業できただろう。見返りも求めず、おばさんは必死に働いてきた。みんながおばさんみたいだったらなって。その通り。5年前君はここにやってきた。人助けをする私に感銘を受けたと言ってね。君のおかげでここまで来られた。今までありがとう、メイ。そしてこれからもよろしく。今日はありがとうございました。大したことはしてないよ。いつも言われるんです、一人を救えばみんなが救われる。彼女に市長を説教してもらうといいかもな。あ、行かないと。あの、パーティーありがとうございました。本当に感謝してます。